中野。ガチのマジで重症だった。中野に関して。この指摘は正しいと思う。スポーツライブチャンネルの解説の方が、インパクトの瞬間にバットヘッドが下がってるからボールの下を潜って空振りったり、ボール下部に当たってポップフライになってるって言ってましたが、映像を見たら本当にそうなってました。引っ張り意識から、テイクバックが昨年より少し大きくなっているのが主因だそうです。原因が明確なので、多分打撃コーチが映像を見ながら修正指導してすぐ良くなると思います。コーチは指導してるのか。選手が聞いてこない限りは、コーチ自ら言うことはないと思うよ。指導というより押し付けになってしまうし受け身じゃ意味ないからね。中野なんか放っておいたらいい。自分で何とかする。舐めすぎ。というか中野がそんなに打てなくなってもそこまで問題ないというか打順も手あそって復調するまで後ろに下げればいいだけだしね。中野が不調で嫁のせいにしてるやつが複数いて腹立ったわ。世の中救えないクズっているよな。